日本語教育における品詞自立語は8種類ある活用するのは動詞形容詞形容動詞活用しない自立語は名詞連帯詞副詞接続詞感動詞付属語は活用するのは助動詞活用しないのは助詞次は品詞と例動詞買う持つ売る呼ぶ書く 渡す、食べる、来るなど、形容詞、異形容詞、な形容詞、例、長い、小さい、赤い、静かだ、きれいだと、名詞、本、ペン、机、教室、夢、理由、日本など、指示詞、これ、それ、あれ、この、そのと、福祉とはゆっくり、スタスタ、 わざととても少しもっとと接続詞、だからしかしけれどもしかもところでと助動詞、れる、られる、らしいようだはずだべきだだろうまいと女子顔がおにからではもさえばかりのにのでよねこれは丸暗記しよう。